本気でやれば何にでもなれる。カムイのジャグラーだけで日本一周の旅、ジャグラーで勝ったお金で生き抜いてみせる。で勝ったぞ。ド素人でも行動し続ければ夢は叶う。脱サラカムイがジャグラーだけで日本一周を目指す成り上がり物語。で勝ったぞ。人生はギャンブルだ。一部企業を脱サラしたカムイがキャンピングカーに乗って全国を旅打ち、勝てば豪遊、負ければ地獄。ゴーゴーランプに人生をかけた男の台本のないリアル旅バラエティー、カムイのジャグラーだけで日本一周の旅。で勝ったぞい。やハロー YouTube、 カムイです。今日はね、この前言ってたもう廃人みたいなね髪の毛になってるんで、社会人復帰編ということでね、ジャグラーでも稼げたんで、近々面接とかもねもらっていただいたんで、身だしなみを整えとかないとね、そういうこともできないのでね、美容室行ってきたいと思います。何やこのホス、絶対通れんやん、こんな道。ほんま？これ通れる？やばないこれ。運転には自信あるけど、多分ギリ通れるんだろうけど、ちょっとね、幅の感覚がね分かってないので、やめときます。怖い。これちょっと妹の車なんで、さすがにね、ぶっ壊れたらボッコボコされるんで。はい。というわけでね、やってまいりました。こっち。いや、こっち。というわけで今からちょっと荷物をしていきます。やばないですか。エンジンしてやばいな。ではね、こんな可愛い子だね、参加してくれます。ありがとうございます。やばいっすね、なんか合法でこんな可愛い子が頭洗ってくれる。Quand t'es venu dans la rue。 というわけで、可愛いね、美容師さんにちょっとシャンプーしてもらいました。切っていく。ここに戻りたいとは全然思わん。あんない。まあ、転職つくね。はーい。美人美容師さんにやってもらいます。乾かしてください。最高っすね。そして、黒染めを買います。就活、就活。はい、というわけでね、時間がね30分おきました。もうどう見ても真っ黒っすね。久々っす、もう旅出る前なんでね、ちょっと楽しみなんで早く流したいと思います。というわけでこれね、黒になりましてないんや。全然黒じゃないんや。もうこれね、完全に黒の3ぐらい青い。音がね、キンキンすぎたんでね、黒染めでもね、なんか黒になりきらなかったんですね。だってもうブレーキ10回以上してたんで。うわぁ、やばいなぁ。というわけで、この台を攻めたいと思います。25回転後。え、勝ったぞ。さあさあ。さらば野口。ちゃんとやりましょう、ちゃんとやりましょう。もう目押しはそろそろちゃんとしましょう。レッツゴーだ。もう帰ろうかな。81回転後で勝ったぞ。ここで運命が決まる。でも化けっぽいビッグで来た。よし、これでなんとか間に合ったよ。これで支払いができる。あぶね。支払い17万12円です。やっぱりね、計画的にしないと本当にいけないと思いました。でもいいけどね、しっかりと覚悟がありえただけだというわけでね、ギャンブル気をつけたいと思います。
ろうな。ありがとうございます。また支払いが5日後にはちょっと今回は1本もの売りました。残り足りなかったから、ブランドリンドが昔持ってたもん。